どうもこんばんは、ゴシックヴィンテージの大本と申します。はい、ということで早速なんですけども、今回ご紹介していくアイテムはこちらになります。スイス軍のデニムパンツとデニムジャケットになります。今そのパンツの方はもうちょっといくつも出てしまって、残りこれ1本だけってなっていて、ジャケットの方は少し数があるので、まあ、このあたりご紹介していけたらなと思っております。でまずざっとこのスイス軍のデニムについてちょっとお話をしていきたいと思うんですけれども、スイス軍の1940年代があったそうではあります。1940年代から1980年ぐらい、89年とかっても見たことあるので、もしかしたら90年代まで採用されていた可能性もあるかなというような、かなり長い期間採用されていたものになっております。採用をされていた用途としては、一応作業着っていう名目ではあるんですけれども、まあ、ちょっとこれも、まあ、いつかまた別の動画でお話できたらなと思うんですけれども、その、まあ、軍隊のこの洋服の支給の関係上、作業着と、まあ、戦闘用を共有していた部分っていうのもあるので、まあ、一応作業着兼戦闘用っていった形の作りをしております。まずちょっと一番最初にこの生地感を見ていってほしいなと思うんですけれども、ちょっと近くで見て分かりますかね。こうデニムなので横糸と縦糸を違う色で織ってはいるんですけれども、おそらくこのグリーンの方の糸がグリーンと白をよって作られている、あのまあシャンブレーとかと同じような糸を使われているのかなと思います。なのでこう一応デニムっていう部類ではあるんですけれども、まあなんかどことなくシャンブレーのような奥行きのある生地感となっているのが、このデニムパンツ、デニムジャケットの生地の特徴となっております。ではまず最初にパンツの方からちょっとお話をしていきたいと思うんですけれども、今こちらにあるのがいわゆる前期型って言われるようなものとなっております。一応パンツは初期型、前期型、後期型というふうに3つに分かれていて、こちら前期型は、まあ、いわゆるアメリカ軍のベイカーパンツとか、ちょっとそのあたりを想像していただくと分かりやすいかなと思うんですけれども、ベルトループがついていて、外付けのポケットがついていて、でまあシンプルな形、一応ここにワークっぽくね、あのポケットがついてたりはするんですけども、まあ、一応そんな形のパンツとなっております。でこれが初期型になると、ベルトループがなくなって、サスペンダーかこのシンチバッグがついていて、そのシンチバッグで締めて履くような形となっております。で正直残りの前期型後期型に関して違いはほぼほぼなくて、もうすごく単純に言っちゃうと、まあ、若干生地感の違いとかはあるんですけども、もう一番の違いといったらこのメタルボタン、このメタルボタンがつくかどうかっていうぐらいの違いとなっております。なのでまあほぼほぼ違いはないのかなと思っていただいても結構だと思います。そして次はこのジャケットの方のご紹介になるんですけども、先ほどパンツは初期型、前期型、後期型っていう風にあると僕の方で言ったんですけども、ジャケットの方はちょっと正直僕ごめんなさい、初期型があるのかどうかをまあ見たことがないというかわからないので、一応前期型、後期型っていった2型でご紹介していければなと思っております。でこちらにあるのがまたこれも前期型になっております。前期型の特徴、先ほどと同じようにメタルボタンが使われているっていう程度ではあるんですけども、あとその他の違いとしてはこういった形でサイズ表記がスタンプで押されているっていうのも一つの特徴となっております。これが後期型、まあ、80年代モデルとかって言われたりするんですけども、そういうモデルになってくると、こう襟元とかこう内側に布の縫い付けのタグができてきます。なのでまあそれでざっくり前期型後期型って思ってもらえればいいのかなと思います。ただ正直それ以外ボタン程度でしかまあ違いがなかったりとか、結構ボタンも、まあ、これもそうなんですけども、こう前面フロントがプラスチックボタンに取り替えられていたりとか、まあ、胸ポケットとかエポレットのボタンはメタルボタンのままではあるんですけども、そんな風に結構取り替えられている個体もあったりしますので、まあほぼほぼ前期後期変わりないのかなと思っていただいても結構です。一応こちらに何着かあるんですけども、その中の一つはこうフロントがメタルボタンだったりとかっていうようなものもあります。でこのジャケット、まあ、その他の特徴としましては、こう両胸に大きめなフラップポケットが一つずつついているっていうのと、あとは肩にエポレットがついております。そしてその他このジャケットの、まあ、特徴としては、
この内側の後ろの身頃に紐、ドローコードがついているので、これギュッと縛るとここが絞れるような形となっております。あとはこう身頃の横側ですねに、こういった金具がついていることがほとんどです。まあ、これおそらく当時は何か引っ掛けて使っていたのかなと思うんですけれども、ちょっとこれの詳細な用途は僕はあまり知らないです。で最後、これが一番特徴的なディティールかなと個人的には思ってはいるんですけども、こう内側にちっちゃいポケットみたいなのがついております。ここもこうボタンで開閉して、まあ、このぐらいの今で言うと iPhone ギリギリ入るかなっていうぐらいのサイズ感のポケットがあるんですけども、これがファーストエイドドレッシングポケットだったかなっていうようなあの名称がついておりまして、あの救急包帯、包帯ですねとかを入れて使うようなポケットだったと言われています。なのでこれがあの、まあ、ワーク、作業着と戦闘を両方兼ねたジャケットだったって言われてゆえんでもあります。というようにざっくり今この2点ご紹介したんですけれども、この後スタイリングの方もご紹介していきたいと思います。はい、ということで一つ目のスタイリングは、まあ、こんな感じにちょっとシンプルにしています。で上のジャケット、まあ、普通に T シャツの上からをバサッと羽織っているだけで、まあ、下は自分の私物の黒いモール付きのパンツにはなってるんですけども、まあ、こんな形で全然シンプルに合わせていただいてもいいのかななんて思っております。でこの上のジャケット、生地感なかなか面白い生地感をしているんですけども、形自体はシンプルで綺麗な形をしているので、まあ、こんな形にちょっと綺麗めなスタイリング、ちょっと今日スニーカーなんで あんまり綺麗めかどうかというと微妙ではあるんですけど、まあ、これに普通のレザーのブレスシューズでもいいですし、まあ、一応これがワークっぽいのでちょっとワーク系のブーツなんか合わせていただいても、あの男らしくていいんじゃないかななんて思っております。はい、ということでパンツの方のスタイリング、まあ、こんな感じにこっちもシンプルに合わせてみました。まあ、下こう結構形綺麗な本当にデニムパンツにはなっていますので、まあ、これからのちょっと暑い季節なんかは、まあ、こう T シャツカットソーを1枚で合わせて、で別にインでもいいですし、こう出していただいても全然いいんじゃないかななんて思っております。ちょっと今日僕がこういう帽子をかぶっているっていうのもあって、まあ、少し、まあ、クラシックな感じに寄せようかなと思ってこう T シャツはインをしてはいるんですけども、例えばキャップとかで、で普通にプリント T とかでちょっとこう出してあげて、でスニーカーで結構カジュアルなラフなスタイルでサンダルなんか合わせるっていうぐらいでも全然いいんじゃないかなと思うので、きれいめにもあのカジュアルにも、まあ、どちらにも触れるっていうのがこのデニムパンツのいいところなのかなと思っております。もともとがオーバーパンツにはなっているので、ウエストがちょっと気持ち大きめの個体も多いです。多分ウエスト70代とかはほぼほぼないのかななんて思っているので、ちょっと細身の男性の方はベルトでちょっとギュッと縛っていただいて、でちょっと上手にこうシワを寄せていただくと、ここがタックみたいに寄って立体的に履いていただけるので、ちょっとウエストが細い方はそんな形で対応していただいて、でそれ以外の方は普通に履いていただければいいんじゃないかななんて思っております。はい、ということで今回のこのスイス軍のデニムパンツジャケットいかがでしたでしょうか。まあ、結構パンツなんかは太めで、こういうシルエットお好きな方多いんじゃないかなと思っております。でジャケットの方も、まあ、この独特な色味で、このまあデニムジャケット特有の結構シンプルな形っていうので比較的取り入れやすいのではないかなと思っております。しかもこのどちらも採用の年数が長いってだけあって、かなりやっぱり数も使われていたそうなので、この辺こういった数がちょっといくつか出てきます。でそのためお値段も比較的お安くお出しできるので、こうユーロヴィンテージ初心者の方だったりとかで、ちょっとでもまだ年代古いものそんなに持ってないよって方には、この辺の1950年代ぐらいのものにはなるので、まあ、その当時の生地感だったりとか、まあ、ちょっとこうやれ感だったりとかっていうのを楽しんでいただくにはすごくぴったりなアイテムなのかなと思っております。なので、まあ、ちょっとパンツは残り1点しかないんですけれども、このジャケットいくつかあったりはするので、まあ、気になる方オンラインショップの方に
ぜひぜひ見に行っていただけたらなと思いますし、あの店頭の方でも、店頭には、多分1着ぐらいしか出してはいないんですけども、裏にこういってちょっといくつか在庫として持ってはいるので、あの店頭でちょっとこれ気になる方いらっしゃいましたら、ちょっと他のジャケットサイズ見てみたいんですけどっていう風に言っていただけたら、こちらもお出しさせていただきますので、あのぜひぜひあの店頭にも見に来ていただけたらなと思っております。最後にあのスタッフ大本のインスタグラムの方もよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画が面白かったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。